はい、コナンです。ゆるゲゲやっていきたいと思います。今ですね、ユーザーランクが1187まで来ました。今日はですね、イベントのこれですね、下月やっていきたいなと思います。オリオンの旧敵、これはね、まあレアドロップで SP のスコーピーが手に入るんで、今日はねこれゲットしたいと思います。使う妖怪なんですけども、砂壺ババア、ゴージャスの動きがたまに遅くなる。このステージはね、ゴージャス対策さえしっかりやっておけばそんなに難しくないと思います。そして雪女王、ゴージャスに対して特殊効果でね、ここ縛りがあって SP 縛りなんですよ。なので SP キャラしか使えません。そしてゴージャスに滅法強い範囲攻撃、こちらもねかなり使います。そしてスターアマビエアマエビって言っちゃいますけども、これはね、まあゴージャスに対して特殊効果。そして金ピカピー、ゴージャスに打たれ強い。あとはですね、サポートとしてヒカキン塗り壁、しぶとく生き残る。これね、どこのステージでも使いやすい。そして SP キャラの中では攻撃ナンバーワンでしょう。圧倒的な火力で範囲攻撃、海岸青坊主、これもねクリティカルが結構出るんで、なかなかいいかなと思います。予備子もね、範囲攻撃で射程が長い、後ろからのサポートという感じでね使っていきます。さあ、妖怪変化させておきましょうか。さあ、若干強くなりました。そしてコナキジジイ、コナキ R。 さあ、こんなパーティーでいきたいと思います。そしてこれレアドロップで、なかなか普通にやるとね落ちてくれないんで、アイテムレーダー使います。そうするとね 100% 落ちるんで、ここのステージね結構100消費するんで、レーダー使うのがね一番効率がいいかなと思います。さあ、まずはね特殊能力持ちの強いやつをね先に出しておきます。ちょっとねゴージャス対策しておかないとね、このゴージャスラッシュに耐えきれません。まあゴージャスのね特攻持ちのキャラ、まあ SP キャラ限られてきますけども、今回ねフルに入れました。そうすればね結構押していけるかなという感じですね。まあロボもね入れてはいるんですけど、まあこれ出番がないというか、動きが遅いんで出番なしです。さあ、勝ちました。そして SP キャラクタースコーピーゲット。このスコーピーがねむっちゃ使えるんで、これはねゲットしておいた方がいいでしょう。ちょっと見ていきましょうか。アビスに対して特殊能力あるんですよ。アビスはね結構厄介なんで、これは使えます。そして SP キャラレベル上げるのもね、あまり経験値必要じゃないです。簡単にね20まで上げれます。さあ、そして進化じゃない、変化させておきます。さあ、ゴールデンスコーピー完成しました。